今機材を、はい、オーブンをね外に出すんですけど、はい、あのまっすぐな状態で運び出す必要があるので、うんうん、あ、なるほど。それのためにまっすぐなテンポだったらいいんですけど、うん、うちがねこういうなんでしょうね、ちょっとした段差とかね、はいはい、あとお店に来ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、タイルのステージがお店にあって、うんうん、その下は、側溝、うん、みたいな感じ でさらにその次は道路まで斜めになっててって感じで、はい、結構段差があるんですよね、はい、そこのレベルを全部合わせるってなるとね結構大変な作業で、まあ、いろんな機能長さ、うん、高さの、うん、駆使して今ようやく本当にまっすぐ道路ある程度のところまで出せるまでになりましたね、うんうん、ではこちらが、はい、オーブン、いよいよ今日が最終日ですね、はい、そうですね、ちょっとじゃあオーブンにお別れを、搬入搬送やってる専門の、うん方なんですけど、はい、だいたい多分もう壊れたからね、撤去するとか思うんですけど、はい、うちはまだ使えるけど、はい、もうお別れするんですけど、うんうん、え、こんな綺麗なオーブンどうしたの、なんか調子悪いのって聞かれてまあ今回オーブン入れ替える理由は、うん、やっぱ生産量を上げるためっていうとこと、まあ、あと生産の時間帯の変更とか、そうですね、そういうことですよね、まあ、何よりもやっぱり効率が、うん、これで2枚、うん、2枚、うん、トータル4枚が、うん、まあ、同時に焼ける枚数なんですけど、はいはいはい、今度は10枚同時に焼けるんですよね。おお、なるほど。まあ、ものによるんですけどね、食パンとかだったらそうはいかないんですけど、はいはい、うん、その高さがないパンだったら10枚同時に焼けるようになる、10枚同時に焼けて、多分サイズもね、これぐらい、ちっちゃくなるんだ。そう、多分これぐらいちょっとちっちゃくなっていくので、うん、まあ、あの効率がいいオーブンに変わるので、はい、使えるんだけど、うん、さよならすることになりました、ね、もうお別れの時間ですね。そうですね、最後ですね、はい、クライマックスです。あれ全然入ってないよ。 あ、大丈夫、あ、電源抜かないと。今そういう状態ですか。ライナーこれでかいから取っちゃうね。え、大丈夫、直ってきた、はい、あ、なるほど、まっすぐになったってこと。あ、あ、ちょっとだな、台車を入れるんですね。いや、これ横でいいかな。はまった、はまった、はまった、今の台車がはまった状態ですね。お、すごい動いた。あ、動きましたね。ギリギリ、はい、いけます、いけます。今オーブンがお帰りになってきます。あれ、行き過ぎだ、行き過ぎだ、行き過ぎだ、いなくなってしまいましたね。いいよ、大丈夫だ。おお、ギリ出た、出た、大丈夫、出てる。はい、今オーブンが出ましたね。出ましたね、はい、ガランとしてて、うん、もう物がいろいろある中での入れ替え作業なんで、
順番がすごい大事で、はいはいはい、待ち焦がれてた銅根が入ります、ね、人店長が欲しがっていた銅根ですね。そうですね、はい、ここにね銅根がここに入るんですね。そう、もうこの角をね、はい、ちょっと開けて、はい、待ってます。あ、来ましたね。でかい。奥行きすごい。銅根はですね、はい、まあ、あの温度帯がすごい広くて、うん、かなりの低温から高温まで、はい、まあ、高温って言っても40度ぐらい、うん、下はマイナス10とかいくのかな、まあ、それぐらいの温度帯をこう湿度を保ちながら保管できる、うん、はいはい、まあ、発酵機ですね。発酵機の温度幅広バージョンなんで、今よりももっとイーストの、うん、あの活動をコントロールすることができるんですね。なるほど。お、これが銅根ですね。カタログで見るのと実際見るのでは大きさ違いますか？そうですね、かなり大きい。かなり大きい感じは受けますね。いや、なんか家庭用冷蔵庫の一番大きいぐらいのサイズあるね。いや、もっと奥行き大きいね。あ、奥行きがあるんだ、うん、この後は銅根とオーブンの搬入で工房が狭かったこともあり、撮影できませんでした。申し訳ございません。新しい銅根とオーブンの動画は、別途ルームツアーの動画をアップしております。そちらをご覧ください。ということで、この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録といいね、お願いします。お願いします。それでは、おつぱんでーす。